小島信也さん、1988年11月15日生まれで、ご出身は神奈川県の逗子市でいらっしゃいます。2001年にチェスを始められまして、2009年には国際チェス連盟 FIDE のマスター称号ですね、FM というタイトルを獲得されております。 はい。その後、2011年に大学をご卒業後、フリーのチェスプレイヤーとして活動を開始されまして、2015年には日本人のプレイヤーとして2人目になります、インターナショナルマスター IM のタイトルを獲得されています。はい。現在はですね、まあ、主に個人レッスンを行いながら、もちろんプレイヤーとしても大変ご活躍なんですけれども、書籍とか漫画とかのですね、監修も行っていらっしゃいます。はい。 えっと、小島先生のブログ、そしてですね、ツイッターアカウントなどはですね、配信の、こちらの配信の概要欄にもリンクを、えー、掲載しておりますので、ぜひそちらから、えー、飛んでみていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。そしてですね、えっと、小島先生といえば、まあ、あの、まあ、日本を代表するプレイヤーでいらっしゃるわけなんですけれども、主な戦績としては、えー、全日本チェス選手権、全国大会優勝5回、そして、まあ、日本、えっと、チェスオリンピアード日本代表、これまでに7回、 そしてですね、えっと、つい先日行われました、え、ジャパンオープン2021で優勝ということで、えっと、8回目の代表入りを、はい、この前、確定させたということになっております。小島先生、おめでとうございます。改めておめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。 というわけでですね、えっと、今回は、その小島先生による、えー、これから大体2時間ぐらいの、えー、この講座をですね、ご用意いたしましたので、えー、ぜひですね、そちら皆さんお楽しみいただければと思います。で、えっと、たくさんですね、えっと、コメントなどで、あの、なんかこう、局面とかに関する、えっと、質問とか、あの、コメントなんかもいただけますと、はい、あのー、進めやすくなるかなと思いますので、ぜひたくさん、え、コメントを寄せください。 また、えっと、こちらは基本的にですね、この配信は、えっと、サブスクライバー限定の放送なんですけれども、今は、えっと、サブスクをしていない方でも見ることができます。えっと、後ほどですね、まあだいたい30分とかそれぐらいして、まあキリのいいところになりましたら、えっと、あの、配信をですね、えっと、サブスク限定放送に切り替えさせていただきます。はい。 なので、まあ、ちょっとこう無料の部分をですね、お楽しみいただいて、まあ、こう面白そうだな、あのもっと見たいなと思ったらですね、えー、とぜひサブスクに登録していただければと思います。またあのサブスク登録したらですね、あの過去の配信とかもあの大体全部見放題になっておりますので、あの大変ですね、結構まあ、月500円で、はい、あの全部見られるということであれば、<laughs> あの結構こうお得なのではないかなと思いますので、ぜひえ入会をご検討いただければと思います。 で、えっと、まあ、タイトルはビショップバーサスナイトになってるんですけど、あの、まあ、こっちのビショップと相手のナイトとか、こっちのナイト対相手のビショップみたいな、まあ、そういうわかりやすい直接対決だけではなく、まあ、こう、ビショップとナイトのね、特性が、まあ、どういったものなのかっていうのをね、こう、うまく理解しながら、まあ、そうゲームを進めていくというようなことを、はい、えっと、テーマにやっていこうと思います。<laughs> はい。 えっと、最初ですね、えっと、まあ、簡単にこう、ビショップだけ、ビショップとキングだけ置いてある、えー、局面からスタートして、まあ、最初はこう、ビショップとナイトの、まあ、特性がどういったものかっていうのね、えー、考えていこうと思うんですけど、まずは、まあ、非常に簡単な、なんでわざわざそんなことっていうような質問を、まあ、してみたいと思うんですけど、えっ、ー、と、今、A の1、A1 に置いてあるビショップを、まあ、こちらの隅っこの H の8まで、 移動させるとすると、これって、何て必要ですかねさあ。これ、ご覧の皆さんからぜひコメントをね、いただければ。いってはい。簡単ですね。っ、うん、手ですね。それはそうですね。ビショップは斜めに動いて、障害物がなければ、ええー、と、まあ、何マスでも動くことができるので、A の1から H の8までは、一手で動ける場所になってます。 では、途中、そうですね。ちょっと場所を変えて、B の8とか、ちょっと色変えましょうか。B の8とか、A の5とか、もしくは、じゃあ、H の4とか。このあたりに A の1から行くとしたら、これは、それぞれ、なんてかかる場所か。考えてみようと思うんですけど、これは、それぞれ、なんてぐらいでしょうかね。こちらは、 A1 スタート。まあ、どこで折れ曲がるか、ね。そういうことです、ね。はい。さあ、例えば B の8なんですけど、B の8であれば E の5、途中の E の5からこうターンすればいいので、はい。えっ、ー、と、B の8は、やっぱり緑にしましょう。緑の読見やすいですかね。B の8は、えー、と E の5から折れ曲がる。H の4には F の6から折れ曲がる。えー、A の5には C の3から折れ曲がると。 いうことで、はい。3手というね、方もね、出てるんですけど、これは、途中、なんか、こう、何でしょう、これなんか、なんかのこう、<laughs> 図みたいですけど、はい。えっ、ー、と、この A1 から H8 までの、えっ、ー、と、このラインの途中のどこで曲がるかという話なので、はい。例えば A1 からスタートしたビショップが H4 に行きたければ、F6K の2手、折れ曲がって2手。B8 に行きたければ、e、E5 で折れ曲がって2手。 えー、5に行きたければ、C3 で折れ曲がって2手。それぞれ2手ですね。はい。なので、まあ、障害物がいなければという前提なんですけど、基本的にはクロマスビショップは、えー、どのクロマスに行くにも、まあ、最、えっ、ー、とか、手数がかかったとして2手。で、直接このライン上にもう乗ってるマスであれば1手で行けるというふうになります。ね。まあ、途中の折れ曲がりはいいんですが、まあ、重要なのは、 一番奥、H の8。一番遠く見える、えー、一番奥のね、マスに、まあ、でも一手で、ビューンとこう飛んで、いきなり行けるというのがビショップの特性です。ただ、一方で、まあ、このあたり、白いマスには、黒いマスのビショップは、10手かけても100手かけても、まあ、永久にたどり着くことはできません。はい。なので、一度に移動できる距離が長く、まあ、こう隅から隅までも、たった一手で移動できる。 代わりに、盤上の32ます。半分しか移動できないというのが、ビショップの特性ですね。はい。じゃあ、このビショップはまだ考えやすいんですが、このビショップを、今度は、ナイトにしてみます。はい。こちらに、ナイトにしてみました。さあ。ナイトの局面に変わるかな。はい。さあ、じゃあさっきの、えっ、ー、と、A の位置にいた、えビ、ー、ショップ。 をナイトに、えー、切り替えさせてもらいましたはい。そうすると、今度は、ナイトが A の1からどう動いていくかという話なんですが、いきなり H の8だと難しいので、えっ、ー、と、A の8にしてみましょう。ナイトは果たしてもう7段上に行く。これには何てかかるでしょうかという、ちょっとビショップよりも難しいことを聞いてみようと思います。さあ、皆さん、この A の1から A の8までナイトが移動するのに、なるべく遠回りせず、短い手数、最低限の手数だと、何手で移動できるかを、お、もう早いってきましたね。5手、5ってきましたね。はい。5が正解です。A の1から A の8まで。これは、まあ、どういうルートでもいいんですが、まあ、例えば、カジは仮に B の3、えー、C の、C の5、どうしましょうかね。D の4にしてみましょうか。D の4、B の5、 C の7、A の8。これが1,2,3,4,5、えー。5手かけて A の1から A の8まで移動します。はい。そして、えっ、ー、と、ナイトは、その特性上、黒い場所にいたから移動すると白いマスに。白から黒、黒から白、白から黒。そして、えー、黒から白に移動するので、はい。えっ、ー、と、必ず、まあ、黒いマスから白いマスに移動するには1、1,3,5。こういう奇数手かかるということですね。 なので、A の1から A の8までは最低5手を3手で頑張っていこうとしても、3手だと B の7までしかたどり着けないので、A の8までは5手かかることになります。では、B の8だと何手でしょうか ?A の1から B の8までは、何手でしょうかね。今度は。 これ勘のいい方はね、次はじゃあ C の8で、次は D の8で、次は E の8でね。はい。4という数字が来ましたね。はい。4で合ってます。さっきの A の8から B の8に、このゴールを移すと、えー、たどり着く、まあ、に必要な手数は5から4に減ります。はい。なので、まあ、ちょっと不思議な、まあ表現かもしれないですけど、ナイトにとっては、はい。A の8よりも B の8の方が、 ゴールする手数が短いので、近い場所っていうふうに考えることができますね。はい。ナイトは、なんか非常にトリッキーな動きをするので、なんかこう、視覚的な、えー、見た目と、えー、実際の距離、かかる手数っていうのが変わってくるというね、そこがなんか、まあ面白くもあり、難しくもあるピースですね。はい。なので、えっ、ー、と、先ほどの理屈で言うと、黒から白、白から黒なので、黒から黒には偶数手です。4手が最低です。6手かける必要はなく、 でもさすがに2手では到達できないんですね。では、ここは5です。ここは4です。はい。4は赤にしました。はい。隣は C の8は何でしょうか ?5、4と来て、次がいくつかですね。5がですね。はい。<laughs> 5、4、5。そうです。5、4、5。まあ、例えばこの、えっ、ー、と、B の、そうですね。B の6を経由するならば、A の8に行くにも C の8に行くにも同じなので、はい。A の8も C の8も5手です。 なので、C の8も A の8も同じならば、じゃあ、5、4、5と来ると、D の8はいくつでしょうか。D の8まで必要な手数は、また今度は偶数なはずですね。はい、4です。そうなんですよね。5、4、5、4、きれいに並ぶんですよね。はい。じゃあ、ここまでくれば、えっと、今、これ、キングを置いてるのは、 えっと、キング置かないとこのソフトで保存できないから、あの、便宜上置いているだけで、キングは気にしなくていいです。ただあるだけ。はい。こういうふうになります。5、4、5、4、5、4、5となります。はい。本当に5でい回かちょっと確認しましょうか。1、2、3、4、5。はい。G の8も5手ですね。はい。こういうふうに、えっと、まあ、A の8からずらーっとね、A、ゴールを並べたときに到達するのに必要な手数。ナイトにとって必要な手数は、 まあ、5454545というふうに、まあ、綺麗に並ぶわけですね。はい。でも、これちょっと面白いんじゃないかなって思うんですけど、例えば、まあ、皆さんその、物差しとか普段使うかわかんないですけど、物差しでこの A の1から G の8の距離と、A の1から A の8の距離をこうやって測るとすると、まあ、実際、G の8の方がね、対角線なので長い距離ですし、はい。あのー、まあ、 見た通り長く。実は測ってみても長いじゃないですか、ね。ただ、ナイトにとっては、まあ、何手で到達できるかっていうところで、まあ、遠さ、遠いか近いか変わってくるので、A の8と G の8は、ナイトのから見たら同じ距離ということですね。はい。この、なんか見た目遠いけど、実はかかる手数は同じなんですよっていうのが、ナイトのまた面白いところですね。では、最後。H の8は何手でしょうか。5454545。 最後は一応、偶数は決まってるんで赤にしてく。ます。ただ、4かどうかと。a の1から h の8に必要な手数は、最後だけ6。はい、そうですね。いい反応いただきました。<笑><笑>はい、最後だけ6なんですよね。そうなんですよ。はい。 そう、4と言いたいさ、このね、5、4、5、4って言ってると、最後もじゃあ4でしょって思うんですけど、最後だけは、どうしても4だとね、たどり着けないんですよ。はい。どういうルートでもいいです。ね。まあ、遠回りさえしなければ、どういうルートでもいいんですけど、1、2、3、4、5、6。どうしても H、H の8だけは、まあ、見た目通りと言えばいいですかね。この正方形の対角線、一番、遠い距離までは、まあ、実際ないとも手数がかかる。6手かかるということですね。 さあ、ただこれが分かると、まあいろんなことが分かるんですけど、まあ、A の位置から H の位置、まあ一番こう長い距離を移動するのに6手ということは、逆に6手以内でいけないマス、障害物がないとき、ね、取られちゃったりせず、障害物もないときにないとは、6手かければ盤上のどこでも到達することができるっていうことは考えられますね。 これはビショップとの違いを考えるですごく大きいことで、もしこれが仮にビショップならビューンって一手で到達できる。それがナイトだとちょっとめんどくさい。遠回りしなきゃいけない。ね、6手かかってしまう。ね。はい。だから6倍時間かかるってことですね。長いですね。6倍もかかっちゃう。ね、はい。ただ、その代わりナイトは、えっと、白マスと黒マスを入れ替わるという特性があるので、はい。一度に移動できる距離は短い代わりに、 すべてのマスに移動できるというのがナイトの特性です。はい。なので、えっと、この二つのコマの、えー、まあ、二つのコマ、ナイトとビショップをうまく使う際に、えー、覚えておくべきことは、この特性の違いですね。はい。えー、一度に移動できる距離が長い、まあ、俗にロングレンジというふうに呼んだりするんですけど、一度に移動できて、隅から隅までパッと移動できるビショップ。でも代わりに、 えー、移動できないマスが半分あるという弱点がある。ね、代わりに、ナイトは、えー、一度に移動できる距離は短い代わりに、す、え、べ、ー、てのマスに移動することができるうような、えー、短所と長所があるわけですね。はい。こう、ナイト、馬なのにね、足が遅い。一度に移動できる距離が遅くて、あ、短くて、えー、移動に時間がかかるというのはね、ちょっと不思議な感じではあるんですけど、はい。このナイトとビショップのね、いい点と悪い点っていうのを、まあ、 え、把握しておくのは、今日の、えー、レクチャーの上で大事なポイントです。でですね、えっ、ー、と、皆さん、こう、チェスの、まあ、コマ6種類あって、まあ、その、なんか、こう、ピース、2つのピースを、なんか合体させて1つにするとしたら、多分、ビショップとルークを合わせてクイーンになるっていうのが、まあ、一番イメージしやすいんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね。縦横に動くルークと、斜めに動くビショップを合わせると、 縦を斜めに動くクイーンになるってことですね、はい。ただ一方で私は、ナイトとビショップを合わせるとルークになるっていうふうに、まあ、考えることもできると思うんですよ。それはどういうことかというと、えー、一,度に移動一度に移動できる距離が長い、ロングレンジであるっていうビショップのいいところと、す、え、べ、ー、てのマスに移動できるというナイトのいいところ。<laughs> これを掛け合わせたものがルークということですね。はい、いいとこ取りをしたのがルーク。 だから、ルークはビショップよりも強く、ナイトよりも強いというふうに考えることができるんですね。はい、あの、端緒を掛け合わせたらダメですよ。あの、一度に移動できる距離が短く、半分しか移動できない、なんか非常に悪いピースで誕生させたらダメなので、はい、あの、掛け合わせるときは、いいところといいところを掛け合わせて、はい、えー、一度に移動できる距離の長さと、えー、どこに移動できるかと。 その二つのポイントをね、考えてみるのが、ナイトとビショップを理解する上では大事。ね。はい。ではですね。じゃあ、これを踏まえた上で1、ね、一つゲームをね、紹介しようかなと思うんですが。<laughs> さあ、えっ、ー、と、ちょっと落として。これかなこれじゃない。はい。すいません。もう一 じゃあですね、今日、えっと、ゲームで最初に紹介するのは、<laughs> 第3代の世界チャンピオン、えー、カパブランカのゲームをね、えー、紹介しようかなと思います。このゲーム私すごく好きで、えー、たくさんね、紹介するんですけど、えー、っとですね、ちょっと途中局面まで進めようと思います。はい、フォーナイトという、まあ、4つナイトが出揃う、えー、序盤から、ちょっと もう一手進めた。ここ。<laughs> ここにしましょう。はい。1914年のフェルナンデス・コリアとカパブランカのゲーム。カパブランカが黒です。さあ。<laughs> では、なんかこう、おとなしく出てい,い、え駒、ー、が進み、ただ、ポイントはこう、ビショップとナイトを交換してることですね。えー、黒がビショップを、えー、出してナイトを取り、で、白はポーンで、えー、そのビショップを取る。 ここでビショップとナイトね、交換が行われました。はい。さあ、で、あ、すみません。ここで1手挟みもう1 H6 を挟みます。で、ビショップを引かせた、次の手が、さあ、皆さんだったら、黒で、どんな手を選ぶかっていうのを、ちょっと、考えていただきたいんですよね。さあ、皆さん。 さんが黒だったらどんな手を指してみたいですか、ね。ちょっとコメントを楽しみにしてます。全然いい手はね一つだけじゃなくていろんなアイディアがねあると思うんですけど。何か来るか。ビショップ D の7来ましたね。ビショップ D の7ねおとなしく、えー、黒はナイトを取るのに、えー、ビショップを消して代わりに相手にダブルポーンつく。 じゃあ、黒はナイトに対してビショップの守りをつけておいて、えー、取られても形が崩れないしようと、ね。そういうビショップを出すアイディアですね。ビショップを出すアイディア。まあ、このビショップまだ出てない唯一のマイナーピースなので、まあ、ビショップを出すのを急ぎましょう。これは理にかなっててとても、えー、あり得る選択肢だと思いますね。はい。他はいかがですか何かここでいい手は、どんな手が かなかね、難しいです。あの、これなんかフォーナイツのセオリーとして、まあよく出てくるアイディアで、<laughs> まあ知っておくと、えー、とても、まあ使い勝手がいいですし、あとは、こっからナイトとビショップ、さっきやったナイトとビショップのね、特性を考えるのに、はい、えっ、ー、と、非常に話がしやすいゲームなので、ポーン G5 来ましたね。ポーン G5 も気持ちわかります。この、えっ、ー、と、ピンされてる。 このナイトがピンされてて、えー、ナイトは動けない。で、えっ、ー、と、ナイト動けないとどうしようか。悩むときに、ポーン G5 ついて、ビショップを追い返してしまって、ナイト動きやすくする。それもね、よくわかります。はい。さあ、アプテノさん来ましたね。はい。カッパブランクが刺した手は、ナイト D8 です。さあ。これは、まあ、あの、知ってる人にとっては、えー、まあ、こう、刺しやすい手なんですけど、 ま知らないと、やっぱり、これを思いつきづらい。とても思いつきづらい手だと思います。ナイト、後ろに下げるということですね。さあ、これは、どういうアイディアかと考えると、えっと、ナイトは基本的にどんどん前に行って、相手に近づいていった方がいい。なぜかというと、先ほど説明した通り、ショートレンジ、短い距離しか動けないので、やっぱりこうせ、前に前に行かないと、相手に接近していけず、攻撃チャンスが作りづらいからですね。はい。なので、 今、前に行きたいんですけど、前に行く欲、いい場所がないんですね。A5, B4, D4 は前に行くことができる。ここに C3 にポーンを招き入れてしまったので、前に飛ぶマスが潰されてるわけですね。はい。なので、これは一旦後ろにバック、<laughs> 後ろにバックちょっと変です。はい、後ろに従ってから、はい、えー、E の6に出直し、そして、さらに、えー、白キングの方に繰り出していこうと。そういう作戦なわけですね。 なので、まあ、このビショップからの攻撃を避ける意味もあり、えー、ナイトを組み直して、えー、白キングの方に向かっていく。はい。ここで黒は、白は D4 とポーンね、えー、センターを進めて、えー、ポーン並べますが、ナイト E の6で、また D4 に反撃。<laughs> 取って取って、さあ、ここは、まああんまり白をね、何を指すか難しいんですけど、この B の5にいるビショップはもう、 目標を失ってしまって、ナイトもキングももういないので、目標を失ったので下がっていく。はい。ただ、ここでナイト F4 と入ると、はい。このナイトは、えー、キングの前や、ビショップを攻撃する、まあ、非常にいいポジションにたどり着けるということですね。さあ。ただですね、えっ、ー、と、えー、さんこういうようなゲームの流れを見せると、でも、なんかやっぱりこういうのって違和感を感じるなって。 なんか変でちょっと刺しづらいなって思う方もいるかなって思うんですけど、はい。それは、チェスの基本として同じコマ何度も動かすべきではない。ピースの展開は大事で、えー、同じコマばっかり動かしてると他が遅れてしまうからなんかバランスが悪いじゃないか。そういう考え方って間違いなくあるわけですね。はい。なので、ナイトが1回、2回、3回、4回、ビショップはまだ動いてない。 っていうのは、まあ確かに、そのピースの展開、バランスよくピースを出していきましょうという原則からすると、まあ変である。ね、その原則に反してておかしいんじゃないかって考えても、はい、えー、考えられると思うんですよ、はい。ただ、一方で、えっ、ー、と、さっき説明したこと、ナイトはショートレンジ、ビショップはロングレンジっていう話を踏まえると、ナイトはやっぱりどうしてもビショップに比べて、 やっぱりこう前進して攻撃のチャンスを作るのに、時間がかかってしまうピースだっていうふうにも考えられるわけですね。はい。なので、まあ、ナイトの方が、やっぱりこう働かせようと思ったら、多少手間がかかる。だから、まあ、手数を、まあ、かけざるを得ないっていう考え方なんですね。さあ、で、えっ、ー、と、ここで、まあ、白はちょっとしたミスがあって、えっ、ー、と、ナイト C4 はまだいいんですけど、ナイトが前進、ルークがセンターにーる。次ですね。はい。白はビッショップ ででナイトを、ね、取っってしまったんですよねこれはまあ気持ちわからなくはないんですけど、次、えっ、ー、と、先ほど,ど、どうなだっはい、えっ、ー、と、2ボ玉さんですかね、これ次の,の上げてくれた G5 で追い返してから E4 を取るというね、狙いができてるので、ルークがこう、ビショップをピンしてることによって、えー、ビショップでポーンをね、こう守る力がなくなってるということですね。はい、なので、こう、 えー、ナイトを消したいっていうのもわかるんですが、ナイトを消すとクイーンが接近してきしてきますよね。はい。<laughs> で、えっ、ー、と、ここで、じゃあクイーンが D2 と上がるんですが、さあ、次の手はね、私がすごく好きで、そしてこの今日のね、えー、講座の中で、ビショップとナイトの特性というのを理解するのに、えー、まあ非常にわかりやすい手が飛び出るんですけど、 さあこのクインテックでフ6、クインディーとの後、黒番になって黒が指した手は何でしょうか <laughs> さあ、どなたか分かりますかねいろんなね、ここもまあ、1手だけ、2手あるわけじゃなくて、まあ、いろんな。 えー、黒にとって良さそうなアイディアがあるんですが、その中でも、まあ、どんな手をね、試してみたいかですね。ちょっとコメントも拾いながら。ポイントは、まあ、4手、時間をかけて F4 というね、キングに近い場所に到達したナイト。そして、えー、 ま、こう、オレスバンをね、喰らって、C8 の初期位置のマスで、ええー、まだ動いてないビション。さあ、クイーン G5 はね、クイーン G5 は、やっぱりこう、一番に考えたくなるってな。クイーン G5 は、非常に直接的にいいです。G2 のメイトを狙うですねはい。さあ、なので、えっ、ー、と、G2 のメイト狙いは全然いいんですが、 ただ、G2 のメイト狙いは、まあ、いろんな外し方がある。まあ、ポーン、G3 とついてもいいでしょうし、なんかこの G2 への直接攻撃やね、クイーンの直接攻撃、メイトの狙いが、まあ、うまく決まるかどうかですね。はい。さあ、マーク。エコマンさん。はい。出ましたね。ここは、正解はビショップ H3 が。これが正解の手ですね。はい。この手が一番この局面では強くて、これで白は、もう、 お手上げ状態ですね。はい。さあ、じゃあなんでビショップ H3 が強いかということなんですけど、そう、先ほどのね、クイーン G5 も非常にいいアイディアで、これって取ってしまうと、キングの前が開くので、G の5でも6でも、どちらでも大丈夫です。ね。ストレートに G2 にクイーンが来てしまって、8になります。なので、このビショップ H の3を、白は取ることができない,と,いうことですね。はい。で、取ることができないと、つまり、 この G2 ポーンをビショップとナイトで効率よくキングの前を攻撃することができるということですね。はい。さあ。で、これがなるほど取ることできないのか。ね、逆に白から攻撃になってて、あ、黒からビショップナイトの攻撃になってて、えー、白は困ってるんだなっていうのは、えー、わかり、ここまで来ればわかるかなと思うんですけど、ポイントは、えっ、ー、と、さっきのこの手数ですね。1、2、3、4。えー、ナイトは4手。で、ビショップは って、そして、かけてる手数は違っても、やってることは共通してて、G2 を、白、えー、キングの前を突破しようとしてるってことですね。はい。なので、どうでしょうかね。まあ、ナイトとビショップに、まあ、意志があるかはわかんないですけど、はい。例えば、ナイトからしたら、ね、えー、なんか、自分は4回も動いて、すごい頑張って動いて、G2 を攻撃してるのに、なんだ、お前は、たった一手で、攻撃できるのかよ。 っていうふうに、まあ、ナイトはビショップのことを見るかもしれませんね。はい。で一方で、ビショップはずっとオ留ス番を食らってて、ね、ナイトばっかりね、手をかけてもらって、僕まだ動いてないよっていうふうに、ビショップはナイトのことを見て、ね、そういうふうに、えー、感想を持つかもしれませんね。はい。でもこれは全部、やっぱりピースの特性の差から来てるわけですね。ナイトはショートレンジで動くのにどうしても時間かかってしまう。でナイトが4手かけて、 アタックしてるところを、ビショップはビュンと行ってる。えー、だから、遅れて出てきても、ビショップは、そう、遠くまで行けるチャンスがあるので、えー、まあ、遅れて出てきても、ナイトに追いついて攻撃、一緒にする、えー、できる可能性があるんですね。はい。なので、このビショップ H3 ね、こう、黒が刺した局面は、ナイトの、時間のかかるナイトと、一度に移動できる距離が、長い、ビショップの特性がね、よく現れている局面なんじゃないかな。 というふうに私は思うわけですね。はい。で、ちなみにこの局面、ナイト E3 で、まあ、G2 を守りに行くんですが、はい。ここはさっくり紹介して終わりにしようと思うんですけど、無理やりビショップで G2 が取れるんですよね。はい。これはフェルナンデス・コリア、んなんだなんだこれはね。思ったかもしれないですが、もしこれナイトで G2 を取ると、いよいよクイーン G5。さ これがめんどくさいのは、メイトの狙いだけではなく、ナイトチェックからクイーンを取るという狙いの、はい。ダブルスレッドになるわけですね。はい。なので、これは、白はもうクイーンを、えー、諦めなくては、メイトを防げないので、はい。これで、えー、黒の勝ちになるわけですね。はい。実際のゲームは、ナイトでビショップ、こうね、取ることができない、クイーン G5 で負けだと気づいた白は、 えー、ルークを、に、せ、ルーク逃がすね。ナイトが入ったんですね。はい、ナイトが入って、えー、これはもちろんルーク取っても、エクチェンジ、ポーンとエクチェンジ取って勝ちなんですが、はい、カパ,パブランカは G2 からビショップを引き抜き、ナイトが下がりましたが、はい、最後きれいに、ナイトとビショップだけでメイトになってしまうというね。こういう最終最終局面図でね、出来上がったわけですね。 今日は、まあ、タイトルはナイト vs ビショップになってます。ね、ただ、えっと、最初に言った通り、なんかこう、相手のナイトとこっちのビショップの勝負みたいな、まあ単純な話だけではなく、ナイトとビショップの特性がまあどういうものであって、で、まあそれをうまく組み合わせてどんな攻撃が作れるかというような、こういう例もご紹介したくて、はい、えー、これを最初に持ってきました。はい。 じゃあ、えっと、続きは、えっと、ナイトとビショップの、まあ、交換も踏まえた、えー、話に、えー、行ってみようと思います。